あ、食えないわ。レモンシャーベット。これ僕大好きなんです、これ。ちょっと汚いでしょうね。皆さん、いつ蕎麦食いですか。蕎麦。毎日食ってる蕎麦。嫌いじゃないですか。毎日食ってるよ、蕎麦。いや、蕎麦嫌い。昨日も蕎麦食ったもん。蕎麦っかり。マジだから。大体お前だって自分で蕎麦食っと、蕎麦食ってるとこ取りゃいいじゃん。もうあの、具が悪いからカミカミじゃないですか。ああ、レモンシャーベット。はい。これ、もうちょっと溶けてから食べるから待ってて。ガキ、ほら、全然濡れてないよって。舐めってるだけだもん、これ。舐めってるだけでしょ。これ硬くてマジで、本当に、ほら、キン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 だから。レポートしてくださいよ。話聞いてた？ほら、ちょっと。いや、これ編集できないんで、これ。最高。日本でめっちゃ爽やか。日本で一番うまいっす。うん。この世で一番うまいレモンシャーベットは三陽って焼肉屋で食えますから。マジです。まあ割とよくありますけどね、このタイプ。ねえわ。見たことねえわ、ここでしか。え、マジっすか。これうちの地元の焼肉屋にもありますよ。ねえわ。あれなんだっけな。なんていう名前だっけ、忘れちゃった。何がうまいって、焼肉ってやっぱさ、もたれんじゃん。はいはい。ここにこの爽やかなこのレモンの、レモンって言っちゃった。レモンのシャーベット、マジいいよ。本当に。本当に。じゃあこれだけで生活します？できない。焼肉食ってからじゃないとできない。レモンシャーベットは。レモンシャーベット普通だわ、そんな好きじゃねえもん。焼肉とレモンシャーベットのみで。やだ。俺焼肉そんな好きじゃないの。マジマジ。あなたが焼肉、この人がすごい食うからね。監督が焼肉。今日監督もいます。焼肉ほんと食うんだよこの人。毎日朝昼前行かれてるよね。俺焼肉もう今月に1回ぐらいでいいわ。東屋さんと割とここ連れてきてもらいますけどね。そうだよ、はい、最終的にはここやから大体だからあなたは若いから焼肉とかのがいいのかなって思ったらそうでもなかったけどね。もう食堂がやられてるんで。でも焼肉やっぱまあ上がりますよね。昔はほんと焼肉テンション上がったよね。上がりますね。ガキの頃はさ。はい、以上です。そんな動画でした。はい。